こんにちは。兵庫県立歴史博物館学芸員の竹内です。本日は大正前期の兵庫の空の第2回の、撮影ということでやっていきたいと思います。本日はですね、前回も少しお話ししたんですけれども、大正期兵庫県内でよく、非公開が行われていた飛行場のうち鳴尾競馬場について主に見ていきたいというふうに考えております。その前にですね、鳴尾競馬場がどこにあるのか、そういったところを紹介するためにこちらの、地図をご覧ください。こちらの兵庫県内で非公開が開催された地域、大正前期に限っているんですけれども、そのうちこちらの展示で、関係する場所を、4つほど取り上げております。時計回りから順に、笹山の連平場、現在の丹波笹山市、それから今回主に取り上げます鳴尾競馬場、こちらは昔は鳴尾村というところだったんですけれども、現在は西宮市に含まれている地域になります。それから三田の三輪村、これは先ほどお伝えしました笹山と三田を往復した飛行家に関係する地域として取り上げております。最後に城北連平場、こちらは当館が立地する姫路城の、北側にあった連平場になるんですけれども、こちらでも、非公開が開催されておりました。では次に、非公開が開催された年表をご覧ください。こちらの展示関連年表をご覧いただきますと、前回申してきた、1903年のライト兄弟の飛行から、兵庫県に関係する飛行などを中心に取り上げております。今回ご紹介いたします民間飛行大会につきましては、この表の中ほど1914年大正3年の6月の12日から13日にかけて行われた会について中心に取り上げていきたいというふうに考えております。では資料を見ていきましょう。では民間飛行大会の絵描きという資料を、見ていきたいと思います。壁面にある写真をご覧ください。鳴尾競馬場では、先ほども見てきた通り多くの、非公開が開かれていたんですけれども、ではそもそも、鳴尾競馬場という場所がどういった場所だったのか、そういったところを簡単に、見ていきたいと思います。鳴尾村にとって一番大きな出来事だったというのは、やはり明治38年4月にですね、阪神電車が開通したことが一番大きいというふうに言われております。この阪神電車が開通したのは神戸と大阪間を最初に開通しているんですけれども、日本初の大都市間の電気鉄道ということで輸送需要が大量に発生していくというようなことになります。その結果、鳴尾の地が多くの娯楽施設やスポーツだったり、そういったような施設として注目を浴びていくというような経緯があります。例えば明治39年に鳴尾百花園という遊園地が開園しておりますし、その翌年の4月では高露園浜、前回アットウォーターの水上飛行が行われていたところですけれども、その高露園の開園もこの時期に行われています。で、一番有名なものとしましては大正13年に新球場として開園した甲子園大運動場、これは戦後に阪神甲子園球場という名前に改称されますが、いわゆる甲子園球場の開園といったように一大文化施設が鳴尾の地に誕生していくというようなことになります。その中で鳴尾の地に2つの競馬場が明治の終わり頃に誕生いたします。そのうちの関西競馬クラブが所有していた施設、こちらが現在紹介している民間飛行大会が開催された鳴尾競馬場と後に改称されることになる競馬場になります。こちらの資料は民間飛行大会第1回の民間飛行大会が開催された際にその記念として発行された絵はがきの一部になります。
日本初の民間飛行大会は1914年大正3年6月13日から14日にかけて鳴尾競馬場において開催されています。この大会には合計5人の新進気鋭の民間の飛行家が参加するということで、複数の飛行機が一堂に飛ぶというようなことで人気を集めた大会になりました。参加者のうち荻田恒三郎という人物がいたんですけれども、こちらが上空2300メートルまで飛ぶことができたということで、高度の部門で第1位ということになっております。航空滞在時間としましては、磯部小野吉という人物が1時間の飛行を達成するんですが、こちらは主催者の人間がであったということから番外とされ、2番手であった坂本十一という人物が30分の飛行で1位とされておりました。このほか複数の航空機のうちルンブラー式というような変わった形の航空機なんかも出場しておりまして、さまざまな形をした草創機の航空機を見ることができた大会ということでも言えるでしょう。この大会なんですけれども、非常に多くの人たちが会場に詰めかけ、会場は雑踏で埋め尽くされたというふうに言われております。その雑踏の中の一人がこちらの展示資料になります高橋秀吉という人物でした。では資料を見ていきましょう。高橋秀吉氏は明治32年の1月の2日のお生まれでした。ですので開催された時期からすると大体15、6歳といったところでしょうか。そのような年代の多感な時期にこの飛行大会をご覧になったというようなことになります。展示の資料をご覧いただきますと、ちょうど6月13、14日の日記が残されておりまして、その日記の条文の中からは航空機が頭上を通過したとき、頭もたげにて我が頭上を通れるときは思わず首をすぼめたというような文面も見られ、非常に当時の会場の様子がありありと目に浮かんでくる、そういった資料として面白いのではないかなというふうに思います。民間飛行大会に出場したうちの一人、高宗隆之という人物がおりまして、先ほどの絵はがきの中にも出てきた人物ですが、この人物は民間飛行大会に参加する直前ですね、その1ヶ月ほど前に実は姫路の城北練兵場にて初の飛行を行っております。その際の出来事についても高橋秀吉氏が当時の様子を振り返っている、そうした資料がこちらのパネルの展示になります。姫路で初めて行われた飛行会、こちらの飛行会は当時神戸に本社のあった神戸有志日報社の主催で行われました。このように大正初期の飛行会というものは新聞社が主催して行われるという例が非常に多いというふうに言われております。鳴尾の飛行会においても阪神電車といった鉄道会社や朝日新聞社といった新聞社が主催あるいは共催といった形でタッグを組んで開催をしていたということが分かっております。以上、今回は鳴尾の地で行われた民間飛行大会について主に見ていきました。それでは次回もお楽しみに。それでは。